アワカとパン、カメラパンパン、持田お菓子です。本日はこちら、韓国料理、好きなご飯爆食いしてみた。ちょっと連日あのキングオブコントに向けたネタの調整で大きい声出すネタがあったりとかで、急に声出すとめっちゃ声ガラガラになっちゃうっていう、そんな感じです。はい、ということでこちらに並んでおりますのは、今度 Uber Eats でね頼んだ韓国料理の数々です。こちらがもう有名韓国のり巻きキンパとヤンニョムチキン、ヤンニョムチキン、ヤンニョムとお家でハムギョプサルセットとチーズボールの4点になっております。早速食べていきます。今日もね、なんかちょっと韓国アイドル風な風を装ったヘアスタイルとメイクにしてみました。いかがでしょうか。何より声が2丁目感出てしまってるんですけど、はい、ということで食べていきたいと思います。思います、ハートみたいになってますね。思います。まず飲み物ね、乾杯しましょう。これね、なんか韓国サイダー、よいしょ、うい、うわー、危ない。乾杯。あー、美味しい。はい、もう食べてこう食べてこう、お腹減ったお腹減った、ということで、早速何から食べよう。やっぱチキンから食べようかな。うん、甘辛い感じが、やっぱヤンニョムチキン特徴ですね。美味しい。一口サイズがちょうど持ちだ的に。そしてこちらがキンパです。キンパ大好きなの。うん、プルコギ、お肉、キュウリのお肉とちょっと漬物とキュウリと卵と人参とか入ってます。うまい。うん、もちろん野菜が嫌いじゃないですか。嫌いっていうか食べないですけど、キンパのキュウリとサムギョプサルのこの産地だけはなんか食べれる勢い でこれちょっとチーズボール、時間経っちゃってなんかちょっとかわいそうな感じになっちゃったけど、いただきます。うん、こうやって伸ばそうと思ったんだった、忘れてた。うますぎて一口で食べちゃった。伸びるかな、時間経ってるからわかんないんだけど。チーズを揚げるってやっぱうまいよね。ちょっとサムギョプサル食べてみようかな。まずはお肉。うまい。程よい塩味とガーリックの味がうまい。ね、ソースとなんかご飯もついてきたんだけど、今日キンパあるんで、これはちょっと後で卵かけご飯にして食べます。ご注文ありがとうございます。サービスですって。サービスの韓国海苔いただきました。韓国海苔。優しいよね。これとご飯一緒に食べたら絶対うまいよね。産地で巻いてみよう。手巻き寿司みたいな感じだよね。なんか楽しい。まずは激辛はね、そこまで食べれないんだけど、ほど辛ちょい辛だったら食べれる。ニンニクも入れちゃう。サイダー合う。自宅でサムギョプサル、なんかめっちゃテンション上がるから、みんなもやってみて。めちゃめちゃテンション上がるよ。なんかうわーってなるよ。めちゃめちゃ美味しい。レアです、持田が葉物食べてんの。みんなよく見とけ。うん、おいしい。うん、唐辛子辛うま。うめえ、うめえよ。おい、韓国美味しいです。めっちゃ美味しい。んで唐辛子めっちゃ辛かった。めっちゃ辛だけどめっちゃ美味しい。入れた方が、こういう時はチーズボールで。
美味しい。韓国料理ってさ、無性に食べたくならない？急に来るんだよね。新大久保とか、まあ、今はコロナだから分かんないけど、めっちゃ人多いイメージ。新大久保っていつ行ったの？私新大久保撮影でしか行ったことないんですよ。正直プライベートで行ったことなくて、それも人が多いからいつも行かないんだけど、ワクワクするよね、あそこね。ブドウボンボンってやつを飲んでみます。うわっ、あ、すごっ、中にブドウ入ってた。まあ、あー、お腹いっぱい、いっぱい食べました。はい、ちょっと、一口でいけるかな。苦しい。よし、サムギョプサル行って、残ったお肉をご飯ついてくるんですよ、この元々は。そのご飯と韓国海苔で明日の朝食べようかな。野菜食べたな今日、この山中のおかげで。うち野菜摂取できました。大満足。辛い。唐辛子から美味しい。うま辛。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。いや本当に結構量食べたんでお腹いっぱいなんですけど、めちゃくちゃ満足しました。はい、なんか急に韓国料理が食べたいなっていう気持ちになってしまったので、はい、それが解消されました。本当に美味しかった。ぜひ今回私が食べたお店、Uber Eats とかも、あとテイクアウトもやってそうなので、あとお店もやってるそうなので、ぜひぜひ東京の方とか関東の方行ってみて食べてみてください。いやー、美味しかったですね。どうでした、私のこのちょっと気分変えたこの感じ、ちょっとペッパーアイドルみたいな感じ、どうでしたでしょうか。はい、ということでね、ちょっとなんかこういう韓国料理とかタイ料理とかももちろん大好きなので、なんかそういういろんな国の料理とかもなんか食べていけたらなと思っております。はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いいたします。